ズルズルですびっくりするぐらい。これはラーメンだってラーメンじゃないね。SUSURU TV ズルズル、どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日ですね、なんと再びあの秋元康大先生と一緒にラーメンをすすりに行くことになりました。よっ今回もね、秋元康さんのラジオ番組「いいこと聞いた」の収録で、ラジオの収録をしつつ秋元康さん、そしてね、野呂佳代さんと一緒にラーメンをすするっていう、本来ありえないですからね。ラジオ番組でラーメン屋さんのロケするって音だけで伝えなきゃいけないですから、もう2回目さすがにないだろうなと思ったんですけど、意外と好評だったらしく、今回もねご一緒させていただける運びとなりました。前回ね、秋元さんの希望で味噌ラーメンと油そばの美味しい店、まあ、秋元さんと野呂佳代さんのいうところの近道をね教えてくれっていうことだったんで、味噌っこフックさん、そしてね、僕の大好きな油そばの店油亭の2軒紹介させていただいたんですが、今回ですね、秋元さんたっての希望で札幌仕込みの味噌ラーメン、そして先日ちょっとね、秋元康さんと食事をさせていただく機会がありまして、一緒に美味しいお寿司をね食べてたところ、東京ナンバー1の醤油ラーメンを紹介してほしいと、秋元さんに言われたんで、今回もね、私すするのとっておきの2軒を準備してまいりましたので、果たして秋元康さん、そして野呂佳代さん、どんな反応を見せてくれるのか、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。おはようございます。堀さん大丈夫ですか？やっぱり僕らの世代はね、やっぱりもう札幌味噌ラーメンっていうのはもう現れた時驚きましたからね。味噌の中にね、ラーメンが入ったのかって、それがもう僕は大好きで、やっぱりもちろん醤油とか塩も大好きなんですけど、味噌が大好きなので、今日はすごい楽しみにしてます。多分まあ都内で一番だし、なんならもしかしたら全国で一番と言っても過言ではないぐらいの、本当札幌味噌ラーメンのお店なんで、じゃあ今日これから楽しみにいきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ということで、秋元先生からのリクエストにお答えして、1軒目は江戸川橋にある札幌味噌ラーメンの超人気店サントラさんにお邪魔してます。もちろんすするは過去に何度も訪問している間違いないお店ではありますが、秋元先生と野呂さんにも気に入ってもらえるかな。こういうどこ系の味噌ラーメンですね。まあスミレ系のやつ。店員さんが20年以上前にスミレで本店で食べて感動して、そこからスミレ働き始めた。17年も店員さん修行してて、がっつりスミレにいた方なんですよ。札幌というかもうスミレなんだもんね。やっぱり代表となるスミレです。僕らの世代はやっぱりエゾウあそこでそれと味源、そうなんですね。すするくんの本がある。僕の本なんだ。ありがとうございます。すみません。この中に入ってる。この中にこのサントラさん。これを見て1枚ずつ潰していかないといけないですね。いや本当そうですね。結構まあ首都圏多いんで。いいよ、地方でも行くよ、本当ですか？すするくんの弟子としてズルズルくんっていう。はい、ズルズルです。だらしなさそうですね。これぞっていう乗ってる。あ、そうそうです。チャーシュー食べてしょうが途中からこぎ出す。あ、そうなの。お酒でもいい。あ、いける最後飲みる前。ズルズルだよ。ズルズルですよ。物語っております。すごい美味しい。すごい。びっくりするぐらい美味しい。するかも。これもやし入れてよかったです。あ、香ばしさがより増しますから。表面に結構ラードがあったんですよ。これでまた最後まで冷めない。上に飲み口も。超。めっちゃ合いますね。めっちゃ合う。濃厚だけどなんかすっきりしてる。いや、それとこの卵すごいの。めっちゃ卵。ちょっとそれすごい。やっぱりさ、すするくんのさ食べ方がいいよね。ずるずるずるって。ずるずるくんとしては真似したかったんだけど、再開するのはないんだよ。年取ると。でも秋元さんこれでね鍛えられる可能性があります。確かに中身をすすることによって。美味しいです。本当に美味しいですね。どんな気をつけるかもしれないけども、北海道のスミレとはまた違うね、感じがついてます。そうですね。まあよりこう洗練された味というか、スミレの味ってよくも悪くも結構パンチがあってジャンクなイメージなんですけど、よりこう東京っぽく洗練したい。多種。やっぱりミノルさんそこにほらご飯ガツって一気の麺いくみたいな。ご飯合うじゃん。うん。合うね。すごい、それでもびっくりするやるし、すごいね、感動する。これやっぱ新しい感じでご飯をここに入れちゃう。ああ、それは新しい。どう？言葉汚いですけど。美味しいよね。率直なやつがね。そうそう、だから美味しいとうまいよ、また違うもんね。テレビとか気をつけなくても美味しいって言うけど、ポロッと出た言葉はうまいです。よくできますね。この食べ方結構好きです。頑張りました。いや、もやし大正解だと思います。やっぱもやしだ。もやしは僕から言った方が。麺も入れようと迷ったんだけど。めっちゃ乗せるじゃないですか。やっぱ迷ったら乗せろだ。鉄則かもしれないです。僕の時代のやっぱり味噌ラーメンとは違うんですけども、でも僕のイメージの中の札幌のつみれともまた違う。本当にね、さっきする君が進化したんですよ。自分に知ってたけど、でもこんなになんかさっぱりしてきて、後を引くスープってなかなか見えない。ないやつ。ゆうころがもうちょっと大きかったら、もっとご飯みたいな。進んじゃいますよね。そのぐらい美味しかった。俺はここに餃子も欲しいぐらい。本当は餃子欲しい。探しましたもん。てな感じで、秋元先生と野呂さんにもサントラの美味しさを味わってもらえて、すするは感無量でございます。やはりこの動物系の旨味の効いた分厚い札幌味噌スープともちもち卵麺の安心感は健在で、改めてすすってみてもその美味しさと完成度に驚いてしまいます。お次は東京ナンバーワンの醤油ラーメンということで、あのお店に向かっちゃいますよ。それではサントラさん、ごそれ。今日はどういうお店お連れいただいたんでしょうか？そうですね、本日のお店は、はい、去年オープンなんですけど、店員さんが独学なのでラーメン職人を経験してない方なのに、去年一番話題をかっさらっていった超ハイクオリティなラーメン屋さんですね。楽しみだな。なんていうお店ですか？今日ラーメンブレイクビーツっていう。ブレイクビーツっていう店のお店です。もうラーメン屋さんらしからぬこの店名。僕も去年一番感動したお店なので、ぜひお二人にも味わっていただければなと思います。はい。これから伺いたいと思います。はい。というわけで本日2軒目は祐天寺の超人気店ラーメンブレイクビーツさんにお邪魔してます。こちらも昨年オープンした新店ながら、すするはすでに何度も訪問している激推しのお店で、これからお二人にすすっていただくのがとっても楽しみです。これご主人のおすすめは塩と醤油どっちなんですか？ですね、まあ醤油を最初はおすすめした、僕は塩の方が好きです。結構あれ、いやそうなんです。そうですね、皆さん醤油好きなんで醤油一応おすすめします。この見てよ、この美しさ。すごいな、本当に。すごい、これ。スープが美しいよ、これ。美しいし、具の配置が美しい。美味しそう。あー、すごい。スープがもうすごいね。これラーメンのスープじゃなくてもスープだけでいただけるやつ。あー、うん、ズル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 、すごかったです。めちゃくちゃいいズルズルでした今。すごいな。品がありますね。ズルズルくん品がすごい。すごい品が出てます。素晴らしいです。そういうねラーメンでしょこれは。ね、そんな感じします。結構あんまりラーメン屋さんっぽくない。美味しそうなんだ。あんた美味しい。あんた美味しいですね。ありがとうございます。お待たせしました。あー、すごい。これはなんとすげえうまそうだ。すごいぞ。すごいこれ。本当にラーメンのスープ飲んでるっていうのと、フレンチとかのスープを飲んでいただいてる感じもあって、なんていうんだろう、上品な感じ。上品さもありつつのなんかこのラーメン出汁もあって、すごい美味しい。あ、玉ねぎがいい感じ。玉ねぎ、はい、これ玉ねぎ入ってます。簡単でも簡単。感動レベル。なかなかいい。おいしい。おいしいよな。びっくり。そのワンダンが包む具もおいしい。おいしい。あゆずも最初ミルクの味がパッと鼻から抜けるのがまたからのゆずの香りがパッてまた後から出てきて、でこのワンタンのツルツルが美味しくてスープがまたさらに後まで美味しさを引き立たせる。あ、完璧の食レポです。ああ、よかった。ラーメン食べたくなった。本当に。食いてよ。いただきます。うん。あ、うまっ。すごいね、このスープが。スープの絡まり方がさ、この麺だから絡まるんです。あ、そうですよね。ありがとうございます。これ初めて。すごいじゃん。もしかしたらレギュラーメニューになるかもしれない。やだー。ごちそうさまです。食えるの。美味しい。んで、この後に。でもこの後に。若いなお前な。やっぱり若さはラーメンとライスが食えるか食えるか。俺多分ね50まではいけたんだよ。50過ぎた途端にラーメンとご飯がいけなくなった。麺類&ご飯がここで分かれてくるんだ。ちょっと野呂さんがそんなに美味しいって。ネギの部分もっと入れた。うん、鰹節がまた美味しくてスープのうん、合うね。これ合うね。合う。確かに両方行きますね。なんかSUSURU君が去年1位だっていう意味が分かる。そう言っていただけて嬉しいですね。これはラーメンだってラーメンじゃないね。もはやちょっとラーメンを超越したという存在ということで、2軒目のブレイクビーチさんもお二人に大満足していただけてよかった。やはりこのこだわり抜かれた奥深い味わいは唯一無二の美味しさで、常に進化し続けるブレイクビーツにこれからも目が離せません。改めて秋元康さん、野呂佳代さん、今回もありがとうございました。また次回もお待ちしております。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、今回はサントラさん、そしてブレイクビーチさん行ってきたんですけれども、めちゃくちゃうまかったですね。まあもう自分じゃないですけどね、そりゃ私、SUSURUが8年間すすってきた中でも、今回の2軒はね、もうほんと指折りで美味しくて好きなお店だったんで、ある意味もう僕的にはね、もう確認作業みたいな、もうやっぱうまいよねっていう、もうこれを確認しに行くような感じだったんで、のびのびとね、美味しいラーメンをすすることができましたし、秋元さん、そしてね、野呂さんも大満足のご様子で、いや、ほんと一安心しました。サントラさんはちょっと訪問時期がちょっと空いちゃったんですけど、今回食べてみてね、やっぱりこう札幌味噌ラーメン系だったらもう都内ナンバー1と言っても過言ではないうまさで、味噌味しっかりとしていて濃厚なスープのはずなんですけど、気づけば丼が空になってるっていう。ご飯もすごく合うし、スープ神がかり的に良かったですね。ブレイクビーチさんはね、以前食べた時よりもよりシンプルな味わいになってまして、鶏と生醤油、この2つがね、よりソリッドにエッジの効いた味わいになってて、若干の変化はあったんですけども、さすがのクオリティといった感じでめちゃくちゃ美味しかったです。ブレイクビーチさんはね、新宿御苑前の方に鶏白湯ラーメンを提供する支店であるアフロビーチさんもオープンしまして、今年はね、もっともっと勢いのあるお店になりそうで非常に楽しみです。いや、今回はね、非常に楽しい収録になりまして、本当に秋元さん、そして野呂佳代さん、ありがとうございました。また機会があればね、ぜひぜひ呼んでいただければ嬉しいです。あとサムネとタイトルでちょっといろいろいじっちゃって本当にすいませんでした。ごちそうさまでした。それではSUSURUの公式キャッチフレーズ、秋元康のいいこと聞いたさん、何回でも二人と一緒にすすりに行きたいわ。また近道を見つけに行きましょう。